アーン・アンダーソンは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ジョージア州ローム出身。愛称は AA、AAA ニックネームは、ジエンフォーサー。いわゆる、仕事人タイプの実力者であり、シングルプレイヤーでの活躍以上に、タッグチームやユニット、フォーホースメンの一員としての実績で知られ、数々のタッグ王座を獲得している。リックフレアーとは、年齢は、 離れている者の,の親友の間柄であり、WCW や WWE では、フレアーの右腕として活躍した。1982年1月に、本名のマーティー・ルンディ名義でデビューし、アラバマのサウスイースタンチャンピオンシップレスリングで活動。1983年より、ジョージアのジョージアチャンピオンシップレスリングに転戦し、ブッカーのレイ・アンダーソンに誘われて、 アーン・アンダーソンに改名。1960年代から1970年代にかけて一世を風靡したアンダーソン兄弟の末帝となり、伝統のタッグユニットミネソタレッキングクルーをオレと共に再結成する。これは単純にアーンの風貌がオレとよく似ていたということが理由だった。その後、ジョージアックがノースカロライナの NWA ミッドアトランティックックと 合併すると、1986年にリック・フレアーや、タリー・ブランチャードらとのヒール軍団、フォー・ホースメンを結成。同地区のタイトルを独占するなど、プロレス史に残る、名ユニットの一員として活躍した。なお、フォー・ホースメンというユニット名はアーンが命名している。タリー・ブランチャードとのブレーンバスターズ1987年に、オレーがホースメンを離脱し、レックスルガーが新しく加入。 翌1988年からは、ルガーと入れ替わりにバリー・ウィンガムがメンバーとなるが、同年10月にアーンは、タリー・ブランチャードと共に、WWF に移籍する。WWF では、ボビー・ヒーナンをマネージャーに、ブランチャードとのタッグチーム、ブレイン・バスターズで活躍。1989年7月には、アックス・スマッシュのデモリッションを破り、 WWF 世界タッグ王座を獲得した。1989年末、NWA に復帰。翌1990年1月、グレートムタから NWA 世界 TV 王座を奪取する。1991年9月には、ラリーズ・ビスコとのジ・エンフォーサーズで WCW 世界タッグ王座を獲得した。以降は、ポール・イ・デンジャラス・リーのデンジャラス・アライアンスに加入。 その後、WWF から復帰してきたフレアとフォート4、ホースメンを再結成し、1993年8月には、新メンバーのポールローマとのコンビで、世界タップ王座に返り咲いた。しかし、アンダーソン事件による負傷のため、この申請、ホースメンも解体を余儀なくされる。1994年の復帰後は、テリー・ファンケやスタニング・スティーブ・オースチンとも共闘するが、一旦、 バッシュアットザビーチの前に仲間割れをする。しかし、これはダスティン・ローデスをはめるための作戦であったので、すぐに元に戻る。1997年に首の故障により引退。引退後は WCW のロードエージェントを担当し、フレア不在のフォーホースメンの指揮を取っていたこともある。WCW のバックステージでは、派閥争いの関係で礼遇されていた。 2001年の WCW 崩壊後は、WWF に迎えられ、引き続き、ロードエージェントとして活動。近年も、時折 WWE の番組に出演することがある。2012年には、フレアー、タリーブ・ランチャード、バリー・ウィンダムおよびマネージャーの JJ ディロンと共に、フォーホースメントして、WWE 殿堂に迎えられた。 1993年10月28日、イギリス遠征中のホテル内でのラウンジで、シッとビシャスと諌かいを起こし、逆上したビシャスに挟みれ、胸部や腹部など十数箇所を刺される大怪我を負った。これを俗に、アンダーソン事件という。これは、ビシャスがステロイド剤の使用で、情緒不安定になっており、自分の感情をコントロールできなかったことがわかっている。ありがとうございます。